トイ市場は、品の国小さが群にあった、日本の城。形式は山城。別名は、トイ市場。長野県指定史跡。安ず太郎山の尾根城に築かれ、南の上、田平や北東の真田郷を一望できる位置にあり、南東には北桜を望むこともできる。西側には上川が南西へ流れ、千曲川と合流。上州街道を、真田郷を経て、 鳥井峠を越えると、上野国あずまに至る。南西部には、上田原が広がり、千曲川沿いに下ると、羽島郡を経て、善光寺方面へ至り、逆に上流へと遡ると、作群を経て、上野国や海野国に至る。また、上田原をさらに西に進み和田峠を越えると、千曲郡へと至る。本城を中心に、北の真姿城、南西の米山城、 南の都石城などを含めた複合城郭。追記年代は不明だが、隣接する、真田郷に起こった真田氏の外城として、築城されたのが最初とされている。新市を積むの日記によれば、天文10年5月に、雲野氏の一族は、雲野平の戦いにおいて、海野武田信虎、品野萩品軍の村上の力を、品野諏訪軍の諏訪頼しげらの連合軍に敗退し、 運の無熱な、真田幸津ならは、上野国へ逃れる。豊市城は、村上の力よが、小さ型軍、作軍方面の拠点として、大改築した。豊市城は、村上市の本拠地、萩品軍と上田平との境目に、置市、延田荘など昇権軍の村上領と本領を結ぶ、結節点となる最重要拠点と位置づけられ、 北岩寺公使や山田国政ら有力な諸将が敗された。天文10年6月、海の国で武田信虎が、着南の春信により追放される事件が発生する。信虎は、信濃の諏訪氏と同盟していたが、天文9年に、雲の宗綱の要請で、上野の関東管領上杉の政が、作、小さ型軍組へ出兵し、諏訪頼重は、武田、 村上領氏に断ることなく、上杉氏と和睦し、領地の割譲を行った。春信はこれを明約違反として、天文11年6月に諏訪へ出兵するとより重を滅ぼし、諏訪軍を制圧した。その後、春信は、村上の力与や品の守護、小笠原氏と敵対し、作、小さ型両組へ出兵する。天文17年2月の上田原の戦いにおいて、 村上方に大敗したが、同年7月の塩尻峠の戦いで、小笠原氏を駆逐すると、松本一帯を制圧した。天文19年8月、春信は、戸石城攻めを行い、再び村上の力世に敗退する。この時の状況については、勝山紀に、この年の9月1日に、新州戸石の要害を、おのけ総労とて、横旅中込をはじめとして、 随分終戦人ばかり討ち死になられこう。されどもご大将は、よく引き賜りこうと記されている。同年9月、武田家臣となっていた、真田幸綱が、問い城の攻略を命じられ、天文20年5月に陥落させる。高城再記によれば、幸綱の問い城攻略は、上取りと記しており、調略を用いたと考えられている。問い城を含む幸綱の本領であった。 サナダ号の地を与えられた。天文22年に春の部は、豊市城の改修を命じ、雪綱は、小山田虎光と共に白武神を行っている。村上の力よは、同年3月に本拠である、桂尾城も放棄すると、越後国の長尾影虎を頼り亡命した。豊市城攻略後、天文23年8月に、武田氏は、南信濃の稲郡の国衆を服属させると、 北品野へ進攻し、北品野の川中島四軍をめぐり越後の長尾影虎との川中島の戦いが繰り広げる。雪綱も川中島の戦いや、西上野における戦いで活躍している。武田氏滅亡後の天正十三年八月二日八月二十日には、上野国沼田軍、あず軍をめぐる争いから、三河国の徳川家康と、 武田家の滅亡後に自立した、佐田正幸との間で、上田合戦が起こる。徳川勢は、甲府から新府城を通過して、上田城へ向かい、正幸は、越後国の上杉影勝と連携して、徳川勢と戦った。一方、徳川家康は、相模国の北条氏直と連携しており、佐田寮は、寮勢が衝突する地点となった。 この戦いで、戸市城の他上野の岩槻城、沼田城などは、上田城の市城として利用された。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、中仙道を西へ進む東軍の徳川秀忠率いる、軍勢に対し、西軍に属した、真田正幸は、上田城において、これを迎撃し、秀忠は東軍に属していた、真田信幸に、戸石城攻めを命じ、9月5日に城を、 明け渡させている。近年の発掘では、目星遺構が発見されず、天正11年に、天賀淵に、上田城が築かれるまでの真田市の本城は、真田本城だったと考えられている。ありがとうございます。